マジで下手くそだから、それでもいい人だけここから先進んでくれよな。はい、ということで今回はこの、ペヤング激辛マックスエンドに練乳をたっぷりかけて食べたいと思います。それもう辛いのか甘いのかわかんねえよ。てかそれは YouTuber がやることだろ。霊夢は YouTuber ですよ。ドヤ顔やめろや。お前久しぶりのガチマッチなんだから真面目にやれよ。霊夢が真面目にないない。そうだね。じゃあ真面目に武器紹介。もうすでに真面目じゃない。今回使っていく武器は、新武器の脳キラス47だー。新武器？確か追加になったのって8月1日だったよな。うちのチャンネルで使ったことない武器は新武器なんです。え、じゃあ国際も新武器ってこと？そういうことになりますね。いらねえよ。そして今回のこの武器の強いところは、強いところはチャージキープができるらしい。霊夢チャージキープできるの？できません。っていうか編集するまでチャージキープできることも知りませんでした。お前その武器持つ資格ないよ。宝の持ち腐れだな。でもこの試合を動画化したことを褒めてほしい。強い心をお持ちのようで。普通取り直しするよな。なので今回は加速1点差をつけてきました。チャージキープできないのに。霊夢はこれとかこれとかこれつけとけばいいんだよ。全部やられたら発掘するギアばかりじゃないですか。その証拠に全部2点しのは。やかましいよ。せっかくガチエリア確保したのに画面が全然見えなかったな。うちのチャンネルはいいところを見てないスタイルだからね。一応やめちまえ。あー、逃げた先にもマルチミサイル。なんでそういうところはスローにしてまで見せるわけ？頭おかしいからですね、こいつが。なるほど。てか霊夢がいなくてもカウントリードできたみたいだな。帰っていい？帰んなや。スプラやってる部屋が寒すぎていつもの実力が出せないんですよ。むしろ実力あったの？ないよ。そこ自分で認めちゃうのかよ。だがこの射程の暴力でここから先は通しませんけどね。ローラー対スピナー勝つのはどっちだ？あ、お前こないだあの漫画読みたいって言ってただろ。初対面だろうが。とか相手喋る隙もなく倒されちゃったぞ。ここから先は通さんのだ。RPG に出てくる城の門番かよ。てか思いっきり後ろから入られちゃってるじゃん。門番失格だな。ここから先は通さない。いや、めっちゃ攻め込まれてますけど、どうやってここまで入ってきたんでしょうね。お前の門番っぷりがガバガバだからだよ。オラ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 。霊夢様のお通りじゃい。てか誰もいないじゃん。霊夢が臭いからみんな逃げたんじゃない？しかしないわ。なんでいつも後ろにいるの？ストーカーですね。ならしょうがない。しょうがないのかよ。てかカウントリードされたな。どんどんカウントが減っていってますね。ここ感心してる場合じゃないって。どうしましょう？とりあえずお茶でも飲んでリラックスしたら？そんな余裕全くないって。今日のフランめっちゃ冴えてますね。せやろ？だから冴えてねえって。なんとかしないとこのままノックアウトされちゃうよ。止まった。あ、相手の残りカウント、15ですね。何しょうもないこと言ってんの。他の人のシャボン終わっていくスタイル。さっきからシャボン全部お前が割ってるぞ。私はシャボン終わるためだけに生まれてきた。これ悲しくない？悲しい。あ、あとスクイーズをモミモミするためにも生まれてきた。さっきから聞いてればしょうもないことだけに生まれてきたんだな。誰が日本のゴミだよ。ここまで言ってねえよ。はいはい、下級隊のお時間ですよ。悪い怖いねが。そこの人後ろから危ない人が迫ってますよ。私の味方なんですか？相手やられちゃったな。そういうゲームですから。よしガチエリア確保しましたよ。ここからはチーム一丸となってエリアを守っていくぞ。今日のレイムめっちゃ熱いじゃん。熱苦しい。苦しいって何ですか？みんなあの過酷な練習を思い出せ。初対面ですよね。あんなに練習したじゃないか。やせればとん私の練習。その練習がスプラのどこで役に立つんだよ。どこかで。すごい曖昧じゃねえか。いや、霊夢はみんなの力を信じてる。他人任せやめろ。霊夢も頑張るんだよ。頑張っていいことあります？やばい、根っからのニートの考え方。頑張ったらご褒美がもらえるんだぞ。頑張る。恐ろしく単純なやつだな。いや、実際味方さんが倒してくれるんで霊夢やることないんですよね。突っ込むような武器でもないし。なので霊夢はここで変なやからが入ってこないように。お前が一番変なやからだけどな。はい、一名様ご案内。ご案内って言って倒してるじゃん。こっちにも変なやからが。だから変なやからはお前だって。はい、もう一名様ご案内。それはどこに連れて行かれちゃってるの？残り1分で今の状況は結構きついんじゃないのか？そうでもないですよ。絶望的ですね。すごくヤバい状況じゃねえか。シャボン用意しといたか。はい、もう。おら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 。だからなんで他の人のシャボン割っちゃうのよ。その人のタイミングってもんがあるだろ。霊夢のためにシャボン出してくれてたんじゃないんですか？ひでえよ。ほら、でもシャボンのおかげでガチエリア確保できましたよ。お前感謝しろよな。は。何この緊迫した雰囲気は。何かが襲ってくるのか？いや、今のところめっちゃ緊張しましたね。は？言っとくけどお前うらうらして。確かになんかうろうろしてんな。それでポイセン投げただけだからな。もうそれも有病だろ。わざわざリプレイするほどのプレイじゃないですよ。お前が言うなや。あ、もうこっち来んな。大丈夫。霊夢の体に草やいっぱいつけといたから。いやー、これでいつも以上に誰も近づかないな。いつも以上にってないだよ。てか本当にカウントがどんどん減ってる。やばい、本当に落選しちゃう。別にヤバくはないだろ。あ、あ、変な声出すなや。キャッパー、なしの人。まさかのあそこからの逆転ノックアウト。意外と熱い戦いでしたね。霊夢後ろのゴムに気をつけろよ。はいはい、任せてください。なんでこうなるの？まあ最後やられるのは霊夢の真骨頂ということで。そんな真骨頂嫌なんですけど、チャージキープできたらもっと強い武器だと思うので、これは練習が必要になりそうですね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。